今回はこちら、ふるさとジャポンはダブル世界でクジラマンとバトルしてみたいと思います。で、使う妖怪こちら、すべてすき焼き限定の妖怪、ナンダ竜王、ヒノシン、ワルノリン、コアラニャン、ヤギョウ、アルティメットロボニャン。屋上で撮影中、私のことうまくリードしてね、 OK。 スキープ。うわ、速攻で大容器ホギホエールか。スキップしたら速攻で大容器ホギホエールか。ワルノリン行きます。ワルノリンの必殺技行きます。ワルノリおふざけん。ヒノシン今さ、攻撃無効にしたよね。攻撃もしくは必殺技を一回だけ無効にするという技、スキルが。なんだ竜王は前一列、マジか。必殺技が当たらない。なんだ竜王残念すぎるな。ヒノシンは必殺技の範囲がランダムなんだね。大容器ホギホエール HP が早速半分になろうとしておる。メガヒット連発ビーン。威力225。超次元ホゲシャウトとは、取り付け系だっけ。取り付け系だった。ヒノシンがピンチ。なんだくんを前にしておいた状態でお払い。ていうか、アイテム使っといた方がいいかな。この後クジラマンもあるもんね。ヒノシンがピンチ。高菜おにぎり、ヒノシンにあげとこう。もうちょっとで妖怪ブラスターが使えそう。なんだくんもピンチ。やばいな。やばい。後ろの3体出すべき。ちょっとチェンジしとくか。その間にアイテムとかで回復しておこう。妖怪ブラスター。コアラにはアルティメットロボにはヤギを前にしておいて、ニョロロンホーミング。あ、なんだ竜王ニョロロン族か。アタックモード。ニョロロンホーミングは、メダルがどう動こうが100発100中で当てる。残り5秒。撃破までもう少しやね。ほげい。コアラニャンが、あ、そうそう、コアラニャン攻撃食らうと守りと攻撃がスイッチするんだよね。スイッチ、力と守りを逆に。ヤギョウの必殺技は当たるね。コアラニャンがまたやられちゃったね。これ、ジャガンの眼差し切りまくり。ズバ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 。ヤギョウピンチ。アイテム使っとこう。グリーンマンゴー。あ、作った後ろの3体も HP 回復したいんだな。ほげい。あと一発ぐらい。アルティメットロボニャンが、クジラマンじゃない、大容器ホゲホエール倒したぞ。これで一旦経験値がもらえるんだよね。4484。大容器ホゲホエールが、消えた？やれやれ。と思ったら、煙が液体になったぞ。スライム状の、プニプニしたものが。やっぱいつ見てもなんか凄まじいな、クジラマン。クジラの姿が変わったにゃん。
シュピン、シュピン。にゃー。相手小さくなることでパワーとスピードの両方をゲット。すごい。まるで進化。くっついりだ。まさに神の化身ね。だが。敵の小型化によって俺たちも戦いやすくなったはずだ。今小原にゃんが HP1 ぐらいで耐えてる状態か。いけるかな。準備する。なんだくんがちょっとピンチなんだな。 HP そこそこ回復。キャラメルピーナッツ、なんだくんに縦一列で戦うとかどう？やば、シャボン玉を消さないとサバになってしまうぞ。必殺技いきまーす。おお、取り付き。ワルノリン必殺技。ワルノリおふざけん。ズバ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 。もう少しで妖怪ブラスター撃てそう。シャボン玉が、ちょっと待って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 、シャボン玉3つ。危なー。妖怪ブラスターはなんだくん行きたいなー。ヒノシンがやられちったー。ナンダ竜王の必殺、ナンダ竜王のメダルをセットしてニョロロンホーミング。ニョロロン意外とクジラマンやっぱ強えな。アタックモード。これでクジラマンの HP 半分になるか。当たったらクジラマン反り返るんだね。人型のクジラ妖怪クジラマン。 HP3 分の1。勝てるかな。あ、やば。ちょっと待って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 。あ、深い完封ある。後で使おうと。なんか良さそうなやつあるかな。これは HP すごく回復。ヤギオ、ナンダリュウオ、コアラニャに使っとこう。うへへへへへ。あ、これでかくなるやつじゃない、クジラマンが。あ、違うわ。水を口から。つまらないものですが。あ、いいね。人面剣が置いていった武器で撃っちゃおう。そして深い漢方で、あ、深い漢方で日の神。 HP 半分。フォースバスター発射。最後はやっぱり映画を再現したいよね。アルティメットロバニアンに。ちょっと待って、ちょっと待って。シャボン玉多すぎる。間に合うか。やばい、やばい、やばい、やばい。ちょっと待って、ちょっと待って。あはははは。ワルノリンとヒノシンがサバか。ビッグホエールダイビング。バシコーン。ワルノリンとヤギをやられちゃった。あ、ワルノリンギリギリ、ギリギリ耐えてる。HP1 ぐらいで。ジェットクジラスプラッシュ。アルティメットロボニアンの必殺技いっちゃおう。これで決まるかな。どうかな。うわー、ワルドリン、ちょっと待って。容器ゲージをかなりチャージできるユカコーラ2リットルをアルティメットロボニアンに。最後はやっぱりアルティメットロボニアンでしょう。これで決めてくれ、アルティメットロボニャン。アルティメットミサイルシステムロケット発射。どう？135のダメージ。もうちょっとやったな。最後、ワルノリンが撃破。スキ
月明け限定妖怪でなんとかクジラマン撃破できましたね。なるのにめっちゃ笑うとる。経験値は4846。美味しいところ持ってったな、終わるのに。やっぱりシャモン玉になって消えてた。よし、俺たちの勝利だぜ。パーッ、うわ、あ、そうだそうだ、コアラニャンゲットできるんだよね。感動してよ、僕と友達になってとコアラニャンが言ってます。すき焼き限定妖怪コアラニャンゲッツ。コアラニャン、ぷっくー、かわいい。コアラの猫妖怪コアラニャン、もう謎が謎を呼ぶわ。